待ってください。ちょっと待ってね。いろいろ準備してないままに始めちゃった。お勢いだよー。ちょっと待って。今多分いっぱいね、人がいる、やってるからね、あんま人来ないと思うから、ちょっとのんびりやる。トラッカーでしょ？あ、お腹のトラッカーつけてない。あ、誰も来ない。よし。ひっそりやれる。ユウさんもさすがにね、この時間にやるとは思ってないでしょうけど、いや別にユウさんに来てほしいよ。くないわけじゃなくて、ユウさんにはゆっくり寝てほしいっていう、私もね、ゆっくり。あれ？誰か、ちょっと待って、ごめんなさい、今日は早い、今、ワイ一つズ。もつけてなかったの、ちょっと待って、今、ちょっと誰の、なんか0人って出てるのに、もう、あれなんですよ、ラグってんですね、ちょっと待って。じゃ私のコメント、ね、なんかもしかしたらラグるかも、今日、プツってたら教えてください。今誰が来てるの？ワイズさん。あー、ワイズさんか。さすが。あ、やべ。バーチャルキャストアクティブ問題じゃん。ちょっと待って。こうか。今日は、まあ比較的早く帰ってきたんで、ちょっと早くやって、早く寝て、ワイズさんとか、ユウさんとか、いろんな毎回来てくれる人のね、健康を害さないように、ちょっと、って思って、早めにやろう。早めにやって早めに終わるみたいなね、そういうスタイルでいこうと思ってます。さっきね、セシさん、昨日さ、ワイズさんがいなくなってからさ、ノートさん来て、史上稀に見る下ネタトークをね、パラパラ部で繰り広げてましたよ。なんかノートさん、下ネタ力すごいなって、お尻の穴にフリスク入れたりとか、すごいチャレンジャーだから。びっくりしちゃいましたけど。そんな感じでした。さすがの相乗効果、わら、ワイズ。相乗効果とか言わないでよ。 ラムラさんが下ネタの人みたいじゃん。あ、そうだけど。はい、そうです。私、下ネタ大好き。サンドの飯よりね。あ、やばいやばい。何それは。4。何それはって何が？ それは、何に対しての？あ、昨日のタイムシフト見てよ。昨日のタイムシフト見たらノートさんが急に来て、会社辞めて無職になったから暇だからちょっと深夜勢を見に来たとかって言ってて、あ、私深夜勢なんだ。まあそうだけど。それでね、ずっとね、あれの話してた。なんだっけ、ノートさんはたまに放送中にね、フリスクじゃねえや、なんだっけ、ミンティアをね、お尻の中に入れながら放送したりとか、座薬を入れる放送とかやってるらしいから、ちょっと誰得なのか知らないよ。ラムダさんはそんな放送したことないからね。でなんかミたンめティアに。に謝れ、ワイズ。すごいね、ポリシーがあるらしくて、一応口に入れられるものをお尻の穴でも食べてみるっていうのがスタンスなんで、エネマグラとかみたいに、お尻の穴に入れるために作られたものを入れても全然面白くないって言ってたから、高度だなって思ってた。それでね、呆れてかどうかわかんないけど、ユウさんもね、いなくなっちゃった。やべえ、あれ、田畑さんに見られてたら、俺もね、二度とね、パラパラ部来てくんないかもしんないね。ちょっと下品トークだったから、すごい。いや、楽しかったけどね。ラムダさんも下品だからな。いや、なんか、ワイズさんもさ、最終的には幕前と行くんだろうか、ワイズ。何？ちょっと待って、米びご見ないと。人間の尊厳に謝って、なな。僕じゃなくて、ノートさんに言ってください、それは。マジでマジで。俺だって別にそんな話してないですから。マックセンドって何か どういうことなの？わからない。とりあえず下ネタはまあほどほどにしといて聞くぐらいがね。やっぱラムダステーションっていうかね、パラパラ部の下ネタは、ラムダさんのね、スカートを叩いて私が感じてるぐらいがね、やっぱ、関の山で、それぐらいだったなって。ノートさんのちょっとね、えぐい話を聞いて、あ、下ネタって、そっかーって思って、そっかーってなんだよ。そういうことかーって思っちゃったから、そう。勉強になるなーと思いつつ、ちょっとそこを目指してはいけないなと思いつつ。でもなんかノートさんツイッター見たらすげえ常識っていうかね、普通のこと喋ってるから、なんであんなに、あの時は下ネタばっかり話してたんだろうとか、思ったりとか、あとなんだっけ、あれ。なんか
そう、あのね、場面をね、田畑さんに見られたくないんだけど。田畑さん見てないと思うけど、さすがに、めったには、自分でも放送してるから。田畑さんにあのね、タイムシフト見られたら、俺ちょっとね、ショックだわ。なんか ちょっと田畑さんには好かれていたい。私の気持ちとしては、パラパラ仲間だし。ちょっとあの人、なんか、すごい、下ネタ気持ち悪いから行くのやめようとか思われたら、ちょっと、幻滅されたらショックだからさ。何これ？なんでこれ降った なあ、これ、わかるけどさ、ペヤング、あ、そういうこと？マックスエンドって、だから、いや、私の疑問に対して答えてくれたのかもしんないけど、これわかんねえから。どういうことだ？最終的にここに行く理由、あ、何？お尻の穴にこれを入れるってこと？あ、そういうこと？いやいやいや。さっきもさ、セシさんの話、トークちょっと途中まで聞いてたんですけど、お尻の穴がなんか痛いみたいな話してたから、そしたらみんなコメントでね、ノートさんに早く相談しないとって言って、みんなお尻の穴のことは全部ノートさんに聞けばっすね、探求者だから、お尻の穴の。だってね、普通にお尻の穴にいろんなものを入れながら放送してるって言ってたから、あれですね、ちょっとね、すごい人だなって思いました。はい。ラムラさんは入れてないからね、ちょっとそれだけはちょっと言わして。それだけは、絶対入ってないから大丈夫。あ、やべえ、冒頭から汚すぎる。これじゃダメだよ。これじゃダメなんだよ。人体の探求者って言うとかっこよくね？ワイズ。そうだね。そう、昨日もね、話してたんですよ。怖すぎて震えてる、キュー。ちょっと触れなくていいんだって。僕じゃないから、だから、そもそも。ノートさんがやばい人だっていうことだから。だから、人のせいにした。要は、好奇心、ワクワク作ってワクワクみたいな感じ。ゴロリみたいな感じでね。なんだろう。そう、話聞いてみたんですけど、なんかどうも、この食べ物広告を、が設定されましね、た。え、累計ポイント数が1000になりました。11。このタイミングなツイの？キャスでヤバくない人を探すのは至難の業。ワイズ。あ、カサカサさん、ありがとう。ありがとう。はい。ちょっとわかんない。謎ポーズ。昨日ちょっと丸々さんにはこれ受けたんで、はい。やばくない人探すのしない。そんなことないっしょ。そんなことないと思うんだけどな。常識人の人多くない？そうでもない？わかんないけど。まあ確かにセシさんとか、ノートさんはやばいのは分かったけど、別にね、まだ、いろんな人に出会ってないんで、あと放送もちゃんと見れてないんで、まあ他にもいるのかもしれないですけどね。まあそう言ったらラムダさんも大概だって言われたらもう、返す言葉もないんですけど。第16くらいにランクインしました。13。ああ。ちょっと待ってね、今トラッカー出すからちょっと待って。ノートさんにも踊ってもらおうと思ったらね、放送しすぎててね、トラッカーの電池切れたって言ってたからね、踊ってもらえなかったんだね。ノートさんのね、タイムシフト見たんだけど、すごいよ。放送中にね、いきなり座薬入れ始めるからね。なぜ？ なぜ？ おかしいでしょって思いながら。だからこうやって放送しながら、こうやっておもむろに座薬を入れるっていうね。ちょっと、いや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 。高度だなって思いました。はい。高度だね。未来に、こいつら未来に生きてるぜって感じでした。ラムダさんは、まるで自分は何も言わなかったのかのように振る舞ってますけど、絶対タイムシフト見ないでいいです。はい。ダメダメダメ。田畑さんにあれ見られてたら俺ちょっと幻滅されて、ちょっともう二度とパラパラ部来てくれないかもしれないから、ちょっとダメだよ。ダメだよ。内緒。おじゃ魔女ドレミ、内緒。確かおじゃ魔女ドレミ内緒ってなんか、OVA かなんか、衛星かなんかやったよね。まあ、それはいいや。広告が設定されました。累計ポイント数が1500になりました。15。放送中でもお尻で遊べる。そう。VR ならね。16。広告が設定されました。累計ポイント数が2500になりました。18。だから上がりすぎでしょ。じゃワイズさんありがとうございます。笠原さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。 やばい、やつ、下ネタにちょっと近かったね。ごめんなさい。放送中でもお尻、そうそうそう、だって言ってたよ。ノートさんは放送中にお尻の穴にミンティア入れながら放送して、知らん顔しちてょっ放と送。戦闘してきます。カサカサ。
はい、いってらっし第12くゃい。らいにランクインしました。20。いや、もうこうやって人の話をこう暴露するみたいなのはちょっとあんま良くないかもだけど、まあ、ノートさんだったら大丈夫だと思うけど、知らん顔してお尻にミンティアが入ってるっていうのはすごく興奮するって。っていうかもうミンティアが入っててもあまり感じないらしいから、なんか割と別に普通に入ってるって。かなり毎回入ってるわけじゃないって言ってたけど、とか言ってましたね。死んで遊べるっていうかさ、遊べるって、プレイ、まあそうだね。なんだっけ、なんかもっといろんなことやってるんですよね。なんだっけ、なんかいろんな話聞いたんだけど、ちょっと思い出してはいけない気がし、思い出してはいけない気もちょっとしてるんだけど、あんまり。いや、ノーズさんでもね、割と、なんだっけ、あれでは、真面目そう。ツイッターで見てる発言の限りでは真面目そうな方だったんで。いやいや、違う違う。別にここに来たかった時も結構意外とちゃんとね、いろんな話していただいてすごい面白かったんですけど。しかも、ノートさん、あれでしょ？ 5 ヶ月前からバーチャルキャストやってるって言ってたから、もう古参じゃん。超古参じゃん。ワイズさんはもうね、棒読みちゃんの音量ちょっと大きいかも、ワイズ。マジで、ちょっと待って、ね。あ、そっか、一回あげたんだ。ありがとうございます。ちょっと指摘。確かに大きいかなって気は少ししてた。なんかね、この棒読みちゃんの音量マジでね、なんか音量でかいんだよね、基本。デフォ音が。なんかよくわかんないんだけど、まあいいや。やっぱり、あ、でかいわ、これ。多分、これぐらいかな。ちょっと変えました。大丈夫？ちょっとなんか喋ってください。お願いします。コメン太いト、肉棒、ワイズ。どう？よく、いい感じ？ちょっと下がったよね。いかがでしょうか？あ、ラムダさん、四つん這いじゃない。こんな感じですかね。もうちょっと下げる？あ、ちょっと。あれが来た次第、ちょっとやります。そういうご意見が来た次第直もうすちょんっで。と、ワイズ。あ、よし、もうちょっと下げる。そうね、デフォはもうちょっと確かに低かった。ちょっと待ってね。そっか、じゃあ昨日の放送、棒読みちゃんくっそうるさかったかもね。ごめんなさいね、ほんと。で、今15だから、10、確かね、これぐらいまで下げてもいけると思う世んだ界よの中心で太い肉棒を叫ぶ、24。ね。どうでしょうか。これぐらいかな。しかもちょっと選択してる発言がちょっとあれだったけど、今や、どうですか。四つん這いからストレッチ？ワイズ。いや、だからちょっとストレッチ枠いっちゃうと、じゃ私ね、さすがにね、今日はね、早めに寝ないとね、もう体持たないことに気づいたんで、早めにちょっとこなしてから寝よっかなって。だからワイズさんとかユウさんとかの健康を害してる気がするから、申し訳ないなっていう気持ちも少しあるですよ。少しか、めちゃくちゃあるんだけど、そう、せっかく来てくれてるけど、ワイズさんも昨日もさすがにもう耐えきれずに途中で寝ちゃったじゃないですか。だからね、ダメだと思う。そういう主としてもちょっと気を使っていかないといけないと思ったんで、ただ今日はたまたま早く帰れたからなんで、終電の時はまあしょうがないんですけど、今日は終電じゃなくて、上司に「すいません、ちょっと帰りま体調悪いんで帰ります」私も鼻炎で鼻水ずるずるだから早く寝とく、ワイズ。あ、それがいいね。上司に言ったらさ、そんなノリで仕事してんならもう帰っていいよとかっていう、こう、冷たい言葉言われたんで、まあ、じゃあ帰りますって言って。笑い事か、これは。もういいよ、そんな、別に、ラムダさんの仕事が終わるの待ってるわけじゃないからとかって言われて、冷たい言葉をかけられてね、帰ってきました。はい。もうラムダさんダメだな、本当に。アーモストロングゼロ飲んじゃった。早いんだよ。早すぎ。あ、まだパラパラ何も踊ってないじゃん。パラパラ部。そうだね。せめてユウさんが、まあ、こんな、ちょっと時間的にもしかしたらこれ、あ、でももうすぐ来るかもだけど、来ないかもだけど。今日はやっぱ、あれだな。ちょっと何枠ぐらいあるんだろう。さすがに人来ないんじゃない？いつも深夜枠だからなんとなく他になく、あ、でも意外とそんなにはないんだ。1、2、3、4、5、6、7。8、9、10、10、10個ある。10個、あ、でも41見てるからな。1つしてきてもいいんだよ。
てかさ、ちょっと僕の、コメントプツってたらちょっと教えてください。こうね、音声バッファ2にしてみたんですよ、試しに。遅延がちょっと減るかなって思って。で、これでプツってたら、誰か嫁らなければわかんないのか。誰か嫁できたら、プツる可能性があるんですけど、1にすると超プツプツになるってアネールタンが言ってるから2にしてみたんですけど、今まで3だったのね。ちょっとね、踊りのディレイが減る可能性はあるかなって思って。23時になったら筋トレ部に嫁してもいいのよ、ワイズ。いやーね、最近リウマチかなんか知らんけど膝痛いんだよね。 おじいちゃんいいわけ。まあ行けたら行くっていう、こう絶対に行かねえだろうなっていう、すいません、行けたら行きます。行けたらね。でもね、パラパラ部続いてするような気がするから、ちょっと行けたらってことで。さっきね、セシさんのトークの中でね、パラパラ、あ、じゃあね、パラパラじゃない、筋トレ部行ったらどうですかみたいな話してたけどね、セシさんはかたくなにね、凸する気がなさそうだった。なんか、凸するの怖いって言ってたから、僕と一緒だった。 なんか、凸怖いって言ってました、セシさんは。なんか最近定期的にセシさんのやつを見てしまうんですけど、なんかね、下ネタも言うけどね、普通のトークとのバランスがね、いいかな。俺どの立場だよ。 こんなこと言って。例えばさ、最近全然関係ないんですけど、昨日さ、 NA バージョンアップしたらさ、 NA からさ、画像出なくなっちゃったんだけど、映像でね、シンクまあ、しな筋いトかレら。部は無理してやるもんじゃないし、ワイズ。まあそうだね、筋肉つけばいいけどっていうところですよね。パラパラ部だって一応なんか部分的にはね、つくってことで、まあまあそこは 張り合ってるわけじゃないけど、まあとりあえず踊るか。踊らなきゃ始まんないし終わんねえ。そうそう、その時にもちゃんとね、ワイズさんの名前出てたからね。さすがね、ワイズさんの名前はスッと出てくるんだなと思って、セシさんの口から。まあさすがでした。まあそれはいいとして、よいしょ。バーチャルはキャストアクティブ問題。バーチャルキャストアクティブ問題は根深すぎだよ、本当に。あれ、足のトラッカー、そっか。アホじゃん。キャリブレーションしてねえじゃん。ユウさんがいればな、遅延の度合いわかるんだけどな。遅延ちょっと下がったと思うんだけど、プツるのかな、やっぱり。音声バッファ2だと。本当は1がいいんだけど、1はダメっぽいから、すぐ消えちゃうっぽいから。
30分恥ずかしいことしました。29、恥ずかしいことしました。あば変な感じでた。やっぱそうそう、コントローラー直さなきゃいけないかな。やっぱ笑顔が継続できないわ。出せなくはないんだけど。これどれぐらい遅延してるか、誰か来てほしいけど、まあいいや。まあ明日でもいいし。
リー、プレミアムストーリー、コミュニティをフォローしました。ありがとうございます。あ、突してきてもいいんですよ。はい、ワンセット終わった。まだまだあるよ。お久しぶりにあれじゃない?この時間にやったから、まさかこの時間にパラパラバ始まるとみんな思ってないから、あれじゃないの。なんか油断してたんじゃないの。パチパチパチ、31。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。パチパチパチ、ワイズ。ありがとう、ありがとう。そう、長月さんね。ごめんなさいね。俺昨日タイムシート見てたら、長月さんなんかね、俺入ってると思ってて、で、その後入ってくれたんですよね。ありがとうございます。コミュニティに。ごめんなさい。勝手に勘違いして、あれ入ってましたよねとかって言ってて、すごい勘違いしてました。ごめんなさい。はい、でも入ってくれたから、結果的に。リスナーのプレミアム率は異常、ワイズ。これさ、ノートさんも言ってたよ。ノートさんも、ノートさんだっけ?あ、違う、黒猫さんか。黒猫さんが言ってた。なんか、だから、てか、その時いたじゃんね。ワイズさん。そういえば。みんなプレミアムだからエグいっすよとかって言ってて。なんか、なんだっけ。黒猫さん一回コミュあったけど爆破して、違うコミュ作り、バーチャルキャスト専用コミュ作ったら、まだあまり数、僕よりは多かったけど、僕とそんな変わんないぐらいのフォロー数なのに、レベル結構いってて。要はみんなプレミアムだから。そっか、無料枠の人とかいないんだと思って、バーチャルキャスト見てる人ってね。横のつながりとかもありますからね。ちょっとこの、今入っていただいた方もちゃんと僕見ますから、フォロー、広告が設定されました。累計ポイント数が4600になりました。35。その時うちのコミュの人数見たら31、36ぐらいでプレミアムだった。ワイズ。マジか。あ、長瀬さん、すげえ、すげえ点ありがとう。おめえらのこと知ってるんか。オラワクワクしてきたぞ。37。第9くらいにランクインしました。あ、いらっしゃいませ。38。やべえ、なんかいろいろなコメント。あ、ゆうさんが来たよ。ゆうさん来てくれたじゃん。ゆうさん、まさかこの時間にやってるとは思わなかっただろうけど、健康的になるためにはちょっと早めに。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうさんも。バーチャルキャスターの生主だったりする人が多いからね。39。ですけど。はいはいはい。ミットさんから連絡があって。アラブキ入ってるって。マジで連絡があったの。そうだったんだ。いや、今日は、あ、そうですか。ちょっとね、実はちょっと実験なんです。V キャスだけ先に入れて、あ、V キャス入れてるみたいです。あ、キャラメイクやってるんですね、じゃあ。へぇ。そうそうそう。ほうほうほう。ちょっと今日実験放送。こんばんはです。こんばんはさん。こんばんは、こんばんはだよ。ちょっとごめんなさい、なかなかね、うちの環境が良くないのかね、ちょっとまだローディング中なんで、ちょっとそこにいる感じはすごいするんですけど、ちょっと、来た来た来た、ローディング。見えないですか?もうちょっとで見えない。あ、見えた、見えた、見えました、見えました。あ、よかったよかった。オッケーオッケー、バッチリです。今日実はね、音声バッファ2にしてみたんですよ。今まで3だったんですけど、これを、バッファを減らせば減らすほど、皆さんに対してのね、音のね、遅延が減る。ただ、プツプツする可能性が高くなってくるんで、ちょっとどこが適切なのか分かんなくて、もしかしたらこれ結構ポツってんのかもしれないんですけど、ちょっとプツってたら教えてくださいね。そしたら、また3に戻すんで。だからこれで、ゆうさんと試しに、ね。今音声は大丈夫ですよ。あ、大丈夫です。あ、うん、大丈夫。あ、本当ですか。じゃあ、これで試しに踊ってみて、以前より遅延が少なかったら、これでいきましょうかね。最高1までできるんですけど、1はプツ類がやばいっぽいって聞いたから2にひよってね、今 3だったのを2にちょっとしてみたんですけど、変わるのかな。ちょっとそれを実験をしたかったんで、今日はちょっと、あとね、いつもね、深夜までゆうさんにね、付き合ってもらってるから、健康そろそろやばいかなって思って、ちょっと私はちょっとね、まだってまだ11 23時にもなってないぐらいですよ。これちょっとね、早っ。早いですね。早いですよ。いつも頭が痛くなるのがリミットになってやめるとかいう、ちょっと健康にあんま良くないやめ方してるから、そうそうそう。たまにはね、そうそうそう。限界をまでやっちゃうとやばいんで、ち
ちょっと、ラムダさんも年齢が年齢なんで。まあ、それはいいとして。ちょっと、試しにじゃあ、一曲、踊ってみましょうよ。ナイト・オブ・ファイヤー、踊りましょうか。どれぐらいズレが治ってるのか、ちょっと見てみたいんで。ちょっと、やりましょう。じゃあ、ちょっと、準備します。よいしょ。ういー。よいしょ。これかな？どれかな？あ、これか。背景のコメントうるさいから消しとこう。じゃあ、あ、そっか。パラパラモードな、な、ローディングされたらにしますね。じゃあ。そういえば。忘れてた。結構生主の人ってあれ？ローディング結構時間かかりますか？でもなんかうちの回線の問題のような気もするんで、あんまり気にしないで大丈夫だと思いますよ。なんかまあ、他の人もね、ちょっと小物が多かったりするとそうなるから、まあそんなもんかなっていう感じで。早いのはやっぱアリシアソリッドみたいな、デフォルトのモデルは早いけど、まあそれ以外の人はこれぐらいかかりますよ、普通に。と私はいつも思っている。激辛マックスエンド。え、なんかありました？やばいやつが。どうしたんですか？なんかありました？今。大丈夫？画像が設置してあって。あ、それ？ なんか、はい。ちょっとそれは、あんまり敬意を言わない方がいい気がするんですけど、ちょっと最終的にそこに行き着くって、ワイズさんが画像をくれたんで、何に対して最終的に行き着くのかは、ちょっと、ユウさんは知らない方がいいと思うんで、はい。大丈夫です。すいません。まあ、ヒントは昨日のノートさんとの話なんですけど、まあ、ノートさん、もうダメだ。ダメだ。人のいないとこでさ、そういう話をしてはいけない気もするから、ちょっとまあまあ、そこはそうで、ちょっと察してください。察す要素なかったけど。はい。まあ、そういう、なんか、お尻の穴に何かを入れるみたいな話の最終的に行き着くゴールはこれですねっていう話をしてたんですけど、まあ、これを、お 最尻後の、に行き着くところ、トイレ41。まあ、いや、まあ、それは最後っていうかさ、もっと、あれじゃないの。最後に行き着くところ。まあ、お尻にね、これ入れたら、基本的にはちょっと腸がさ、致命的なダメージを受けるんじゃないかなって、ラムダ思うよ。ラムダ思うよ。誰？お前は？って感じでしたけど。よし、じゃあ、ナイトファイヤーを流しますよ。いいですか？いきますね。よいしょ。素晴らしいかな、このぐらいが。昨日の配信見てたら、なんか、ユウさんのとこになだれ込んでいってたから、私。これぐらいの間が空いた流方れが。込んで。なんかね、ずれてっちゃってた。でも結構。支援が少し減ったかも。これ1でもいけんのかな。やっぱ減ってる。ユウさんの動きが近くなってきた、私の音に。これがグツッというやつ。あ、プツってます、もしかして。なんか音があ、やばい。途切れた。あ、やっぱそうなんだ。そっか、ちょっと、なるほど、なるほど。やっぱダメか。あ、でも、はい。この途切れ方って、はい。今までも普通にあった感じです。あ、本当ですか？
じゃあこんなもんなのかな。もしかしたら逆に、バッファーは上げといた方がいいのかもしれないですね。そうしたら、もう遅延すること前提の音に安定した音を届けた方がいいのかもしれないし、ラグを減らすためにプツらせるかどっちかの二択のような気がしてきたんですけど、こんなもんなのかな、こんなもんなんですかね。どう思います？音が安定した方がいいと思います？さっきのはい。途切れ方は今までもあったんですよね。あ、そうなんですか。あバッとファは、3そでのも、あれ頻か。度が上がるかどうかかもしれないです。はい。あー、なるほど。じゃあ、やっぱ3かな。3が、デフォだと確か5だった気がするんですけど、もしかしたら5の方が音はまともかもしれないですね、そうしたら。ただ、遅延はどれぐらい出てるのかわかんないけど。ちょっと5にしてみましょうか、試しに。ちょっと、これ確か1回バーチャルキャスト、あれでも、どこ行けばいいんだろう。すいません、ユウさんが、凸してくれてるのを外れちゃうかもしれないけど、ちょっといいっすか、一回試しに5にしてみて。あ、もし外れたらまた来ますよ。あ、わかりました。じゃあちょっと設定変えてみますね。せっかくだから安定した音をみんなで踊りたいなと思ったんで。はい。じゃあちょっとすいません、一旦ちょっいとタイろいトルろに行き試ましすてみね。ましょう。はい、じゃあ行きます。ちょっとすいません、多分ここの部屋外れちゃうと思うんで。はい、タイトルに戻る、これだ。ちょっとユウさんの音声のプツプツ感がありますね。42。なるほど。これさ、相手方のバッファーっていうのもあるんだよね。なんかどっちだよね。なんかどっちなんですよね。わかんないんですよね。あれ、なんか自分の声ループバックしてきたんだあれ、けなんど、か大自丈分夫のか声な。ループバックしてきたんだけど、大丈夫かな。あ、ちょっと待って、これちょっと、ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと待って、これちょっ自と、分ちのょっと、環境だあけれ？かな？ 43。んっぽいけど、とりあえず、音声バック5に、あ、なんで設足り定ない画の？面はループする。44。あ、ちょっと待って。あ、ここループすんだ。なるほど、なるほど。はい、チアクイーナ。あ、チアクイーナが使えないっていう設の定が。画面開いてるときは自分の声返ってきますね。45。確認しろってことなのかな。よいしょ。今ちょっと部屋は閉じたっぽいっすね。ニコ生は続いてるけど、ちょっと待ってね。キャリブレーションだー！ちょっとね、音声バッファー5にしてみたんで、これで今までよりもね、凸者の人にね、音が安定してて、プツらない感じで聞こえたら、そっちの方がいいかなって。どうせ遅延するしね、所詮はね、遅延ゼロにはできないから、で、今までもそうだけど、ちょっと気になったんで、ちょっと、ユウさん来てくれた。あ、やべ、アクティブ問題が。アクティブ問題が。よし。あ、ユウさんすいません、ありがとうございます。これでね、今ね、今回バッファーをね、5にしてみたから、ちょっと音がプツリが安定してたらいいなっていう感じですね。あとは遅延との兼ね合いですよね。まあ遅延がどうかは多分踊れば大体わかるんで、ちょっともう一回ナイトファイヤーちょっと踊ってもいいですか。あ、お、パプリカさんだ。パプリカさんが来た。以前来ていただいたんですよ、パプリカさん。パプリカさんの二つモデルがあって、こん超ばんは。ごついか、かわいいか、どっちかの。あ、かわいい方だった。いらっしゃい、いらっしゃい。ようこそ、ここへ。いらっしゃいまして、ありがとうございます。そうですね、今ね、音声バッファーで、どれぐらい音が遅延するかのテストをちょっとしてて、今ね、音声バッファー5なんですけど、さっき2にして、ちょっとプツってたから、まあ5にして安定すればいいかなって思って、実はもともと3だったんですけど、3でもたまにプツってるっていう、今はね、ご意見をいただいたんで、まあ、つまり何をするかというと、我々、ナイト・オブ・ファイヤー踊るので、パプリカさんもよかったら、見よう見まねでいいんで、踊ってください。そしたらね、みんなの遅延が、わかるんで。じゃあ、ちょっと流しますね、曲。すいません。いきなり来て早々。パラパラ部だから、そこはちょっとご容赦いただきたいところではあるんですが、ちょっと待ってくださいね。今、流す。あれ？ちょっと待って、メガネどこ行った？ちょっと待って。あれ？メガネ？メガネどこ行った？メガネ。メガネ、メガネ。
まあいっか、近眼だから目を近づければわかる。よし、じゃあ行きますよ。いいでしょうか。行きます。やばい、変なとこに絡まってる。ちょっとね、踊り始まるまで少しだけね、時間があるんで、もうちょっと、あ、もうすぐ始まります。あ、この辺から。はい、サバイカさんありがとうございます。やったー、さりげなくちょっと踊っていただきました。ありがとうございます。なんかどうでした、ゆうさん、音的には、うん、さっきとあんま変わんない感じですか。あんま変わんない。でも踊ってる最中に切れることはなかったですね、はい、おー、じゃあやっぱ5ぐらいがいいのかな。なんか遅延度合い見てたんですけど、そんな変わんない、あの見てわかるほどの違いはなかったような気がしたから、実際の話やっぱそんなもんなの。あ、だったら音が安定した方がいいっすね。これにしよう。とりあえず5にしてみます。そう、どうせ前からちょっとねずれちゃうのはもうしょうがないと思ってたから、そうそう、そこはもうそれで、じゃあ音みんなに安定した方がいいから、これからパラパラ部の音声バッファー5にす決定です。よかったよかった、はい、決まりました。ああ、ね、途切れが発生した。え、途切れてる、まだ。どうしても出ちゃった。途切れました、なんか。どうしても出るみたいですね。音声バッファってもっと上げることもできる。お、なんかパプリカさんが教えてくれようとしている。なんかおへそバッファでバッファってもっと上げようと思えば上げれるんですよね。70とか。どんぐらい遅延するんだろう。なんか今までね、突してくれる人がいない頃にテストしてたから、あんまり自分では分かってなかったりするんですけど、確か公式、お、中国から20、あ、マジですか。あ、そんなにバッファーないとダメなんだ。マジですか。ああ、そうなんだ。あ、そうなんですか。やっぱ5とかじゃ全然プツっちゃうのはもう当然のごとくのことなんですね、じゃあ。かはあ、アネールタンが。ああ、そっか。私15にしてますね。46。おお、15節が今一つ出ましたね。マジか。あ、15なんですね。か、ありがとうございます。じゃあちょっと15にもしてみようかな。15でやってみますか。いや、すいません、ちょっとパプリカさん、あのちょっと一回パプリカさんが、あ、外れちゃうけど、いいっすか。ちょっとすいません、あのタイトルいっちゃうんで、じゃあ一回15にしてまたよかったら来てください。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと一旦タイトル戻るね。はい、すいません。
いやー申し訳ない申し訳ない。タイトル戻って、はい、よいしょ。ていうかそれ以前にさ、ラムダさんのマイクじゃない、メガネどこ行ったの。 あったよかったよかった、メガネだった今。よいしょ。15か。あ、ほんとだ、タイトル画面じゃねえや、設定画面、恋声みたいに声が遅れて聞こえてくる。ああ、なんか思った。これもしかしたら、あ、いいのか、いけるか、枠としては1個か、よかったよかった。なんかこれ出たり入ったりするたびにあのタイムシフト増えてんのかなって一瞬思ったけど、そんなことないね。ここにこの枠としては1個だもんね。よいしょ。バーチャルキャストとして今出たり入ったりしてるっていうだけだと思うので。さあ果たしてこれで、ちょっと待って、果たしてこれで、あ、でもそんなにあれだね、リップシンクのところはこんなもんかなって感じですけど、まあローカルだからかな、みんなが見てどうかわかんないけど。あ、パプリカさんも来てくれた、ありがとうございます。あ、二人ともありがとうございます。あの15にしてみました。あの今教えていただいた通り、あ、そうか、パプリカさんのやつ、よしよしよし。じゃあね、これで今15になったから、音が安定するかどうかをちょっと試すために、そうだな、ナイト・オブ・ファイヤーもちょっと踊り飽きちゃったから、スピードウェイをかけてみましょうか。比較になるのかわかんないけど。じゃあスピード、せっかくだからスピードウェイで。それで音が途切れなければ、まあ、15でいこうと思うので、今後は。はい。よしよし。なんかユウさんにはね、そろそろね、新曲を教えてもいいかなって思ってるんですよね。てか、イエスタデイすごい簡単だから、まあ土曜日とかに教えますよ。お、4曲目。4曲目をね、じゃあ簡単だから、多分すぐ覚えれると思いますよ。全然、スピードウェイとかと比べたら、段違いだから、本当に。やる行為大してないんで。じゃあ、スピードウェイを流しますよ。ちょっと待って、全画面にしとこう。パプリカさんは「え、何これ?」って感じかもしれないですけど、まあフィーリングでなんとなくお願いします。はいはい、ありがとうございます。割と勢いです。さあ、いきます。恥ずかしいことしました。47恥ずかしいことしました。
アクティブじゃない問題が出てる。あ、音が消えめっちゃプチしてきた、これは。あ、戻った。あらですか。はい。あー、バーチャルキャストアクティブじゃなかった。すいません。あー、すいません。てか、みんなに対してどう影響あるのかわかんないけど。パチパチパチ、48。ありがとうございます。で、どうでした音は。途切れました。どうですか、なんか違い、途中すごいプツり始めて。そうなんだ。長時間。じゃあ15でもダメでしょ。もうじゃあ結局バッファーのせいじゃないのかな。何なんだろう、わからない。ただ、はいはい、音切れの攻略法というか、はい、お、なんかあるんですか。音が止まっても、はい、そのままのテンポで覚え続けると覚えてるか、近いところで合流できる。おお、それちょっと、あ、そうなんですね。切れちゃうんですね。音なしで踊る。あ、まあできる人はね、まあゆうさんはもう曲わかってるから踊れるだろうけど。そうか、プロなんだよな。50。そうだね。だ、いや、なんていうか、あのイニシャル D じゃないや、ユーロビートを聴いてるから、あの普段からあの知ってるわけですよ、よく曲をね。だってカラオケで歌ってきたんですもんね。うわ、知ってますね。ね。ナイトファイヤーとか。そうそう。さすがです。うんうん。実力でカバー、笑ってきました。実力でカバー、そう。そうそう。だから、欠けてるところは、自分の力でこう、埋めていくという、そうなんですね。確かに、ちょっとユウさんがたまに挙動不審になるときは、多分そう、音が聞こえ、聞こえてないのかなっていうのはちょっと今分かったんで、あの止まっちゃった時とか、そうなってんだなと思って、ちょっとね、この音質問題はまだ、うん、そうですね、まだ解決しない気がする。もうカクカクし始めると、はい、ちょっとね、まだまだ問題が途切れてる、うん、ありそうな気がする。バナナのせいかもしれないし、私の設定のね、ちょっといろいろ、ちょっとまだまだこう一人で試せないのが、突したときどうかっていうのが一番ね、試せないことなんで、いや、突してきた人のタイムシフトを見て、あ、こんなずれてんだっていうのをね、前、あの、サメ部の田畑さんのタイムシフトを見て、あの、田畑さん、ナイトオフファイヤー踊ってくれたやつ、あの、見てたんですけど、やっぱね、田畑さんから見たら、音完璧に踊れてるんですけど、やっぱりラムダさんの動きはずれてたから、こんなずれ方なんだと思って、うん、勉強にはなったんですけど。まあ、プツプツではなかったけど。なるほど。どうなんだろうね、結局。とりあえず、音声バッファ15にしたから、まあ、一応できる限りのことはしたってことでいいのかな。これ99とかにすると、もっと遅延するだけの。音回りのトラブルはみんな抱えてるみたいですね、52。ああ、みんな抱えてるの、トラブル。そう、ちょっと、ね。なんかあんまり、バーチャルキャストってそうやってね、音声を同期させる機能がそもそもないから、あ、最近は設定がなんか増えた気がするけど、お、なんかアドバイスが、おそもそもダンスをね、この合わせてやるっていう想定がないから、多少のズレをはもうそもそもそういうもんだなって思ったりはしますけど、あ、取れない取れない、あ、取れた。え、もしかして、はいはいはい、田畑さんの放送で、はいはいはい、音に合ってたってことは、はいはいはい、このラムダさんの動きは、先を行ってた、うんうん、まあそうでしたね。だから僕の動きはちょっと早いように見えて、田畑さん自体は音、まあ、ナイトファイヤーの音で振り分かってるから、ちゃんと私のバナナから来た音に合わせてこうやってましたね、こうやってちゃんと、あー、なるほどね。おー、なるほど。多分、ユウさんのタイムシフトとかは、まあ、うちに突した時は放送してないと思いますけど、見たらきっとそんな感じになってるんだなって思います。うんうん、あんまりね、そう、突した時。放送しながら、うん、あ、そうそう、そう、そうそうそう、
そうすると私が後から見て、あ、こんなずれ方なんだっていうのはね、見たりもできるんでね。あ、田畑さんはそうやってたからちょっと、あ、なるほど、見て、うん、初めて、あ、こんなずれ方なんだと思って。なんかね、同じユウさんと田畑さん同じぐらいのずれ方、ちょうど同じずれ方だったから、やっぱりバッファーの分だけずれてんじゃないのかなって思ったんだけど、うんうんうん、今日2にしても15にしてもあんま変わんなかったから、結局はそこなのかなっていう疑問だけは、やっぱ仕様上の問題のような気もするから、ちょっと直せないのかなって思ったりは。回線速度とかゴールデンタイムとかいろいろありますから、あー、ちょっと今日早かったからかなっていうのもありますよね。そうっすね、回線速度はもうどうし、いかんともしがたい問題ですもんね。うち一応光ですけど、とはいえ、まあ、光だからドヤ顔することじゃないけど、うん、ニューロ光とかじゃないとやっぱダメなのかな。もう100ギガとかじゃない、あ、違う、マンションの分け与えるタイプだから、他の部屋の人が使ってると、どんどんこう帯域が狭まっていくんですよ、そういえば。だから夜中の方が、もしかして深夜の方が。もうそれです。あ、てかマンションでそうっすよね。一部屋に対してダイレクト引くことってないから、普通は、うん、どうしてもそうですね、あの 共有回線みたいになっちゃうから、そうそう、なんか遅いなって思ったら多分部屋の他の部屋の人使ってんだなって思ってますけど、だからいろいろと、まあ今のところずれてるからそんな問題があるかっていうとそんなにはないんですけど、なんか合わせられるならより合わせたいなって思っただけだったんで。お、昨日ニューロにしてゴールデンに音が映らなくなりました。あ、やっぱニューロって最強なんですね、じゃあ。へぇー。すごい。あ、じゃあニューロにする前はゴールデンでもちょっとプツってたところが。え、ニューロってやっぱそのすごいんだ。あ、あれ、ワイズさんもニューロだっけ？なんかニューロすごいっていうのを定期的に、ワイズさんかな？誰か言ってた気がするけど。あれ、もしかしてワイズさんもあれか？筋トレ枠いっちゃった？ちょっとだけずらさせてもらっていいですか？下にやっていい？ここにね、時計が出てるんで。すいません。あー、もう行ってるわ。今23時27分だから、今ね、ワイズさん、あれですね、筋トレやってますね。筋トレ部。確か23時から始まるから、いつも。ストレッチをやって、筋トレを やる感じ。それは大変ですよ。クワッと。あのね、マジで翌日とかね、足、膝の、じゃない、ふくらはぎが動かないじゃないけど、激痛が走って会社行くの大変だったから、本当に。もうこのまま休もうかなって思ったレベルで。おぉ、それはきつい。ああ、いい動きですね、パプリカさん。おぉ。何気にね、SD ユニティちゃんと、ね、ねえ、ミニサイズのね、キャラね、結構トラッキングすると結構いい動きしますよね。そう、私もそれ、ちょっと思ったんですけど。そう。なんかね、SD でね、省略されてる分ね、なんか動きがいい。ロッカちゃんぐらい身長が高いと、たまにね、足がちょっと、いまいち、私の望んだとこ行かないんですけど、SD ユニティちゃんだとね、結構。酒入れると金銭への回復妨げるんじゃなかったかな、53。あ、マジで？あ、私が、つまりあれ？ストロングゼロを毎日飲んでるから、こう、痛めつけた筋肉が回復しないってこと？ある。それ一理ある。ピシッ。バルッとお見通しじゃないですか。あ、違う、ロッカーちゃんに戻したかったんじゃなくて、その横にある。これパプリカさんのパプリカ要素がないデフォルトのこのユニティちゃん。ここにパプリカさんはちゃんとほらね、あるからね。そう、パプリカさんは私初見の時はマッチョなやつで、びっくりしましたけど。待って。あ、出た、これも。いきなりね、画面の背後からこの姿で出てきた。おー、すげえ、あっ、マイチングができた。剣出せるの、すごい、かっけえ。うわー、すげえ。うわ、で、しかも超でかい。おー、あ、え、しかも、
え、ガリア、伝説剣じゃないですか、それ。ガリアンソードじゃないですか、それ。いやー、かっけえ。ジャバラ剣だ、すごい。あば、これかっこいいわね。ちょっと今私サイズミニだから、パプリカさんの、ね、パプリカさん逃げられた力が超でかいっていう感じで今見えてますけど。あー、そうな、すご、55。見たからもコメントすごって。そうそう、すごい、ね、すごいよね、びっくりしちゃいますよこれ。かっこいい。私もね、武器を持ったキャラ作りたいですね、ぜひ。シッてドシュッてやってみたい。あ、昨日来てくれた方もね、持ってましたよね、なんか。おお。あ、で、あ、ディスプレイが一緒に、ディスプレイ適当に置いといてください、すいません、そこに。うん、あ、ありがとうございます、すいません。いや、いや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 、全然大丈夫です、大丈夫です。ちっちゃいキャラの方がね、なんかトラッキング取れてる気がするんだよな、よくわかんない、よくわかんない。凝縮されてる感じがして、ごまかしが効くというかね。お、剣がなくなった。あ、すごい。あ、踊ってる。あ、でもすごい軽快、ド迫力なんですけど。ここから見ると、みんなから見るとあんまわかんないかもしれないけどね、私の距離から見るとね、これもうめちゃくちゃ迫力ありますよ。すごい軽快だし。もうちょっと待って、これはもうぜひあれじゃないの、取れるか、取れた。このこれですよ、このこの迫力見て見て見て。あ、なんかユニティちゃんとパーツが今映ってた。でかくない？でかい。非常にマッチョだと思いました、私ね。すごい。マッシブな筋太い肉棒が効いてる、56。スーパーマッシブ、ちょっと、あの謎のコメントが来たんで、ちょっと。マッシブな筋肉が効いてる。そう。切れてる。切れてるってやつだね。プシッ。あ、飛ばなかった。切れてるよ。そう、筋肉。切れてる。素晴らしいね。これさ、カメラに収まんないぐらいね、あるんですよ、このボリューム。ちょっと私遠ざかっちゃいましたけど、今収めるために。ああ、やばい、撮影班面白いな。なんかこの間から思ったんですけどね、こうやってね、カメラ抱えてね、撮れ高の高いところ撮るのね、すごい楽しいから、向いてるかもしれないカメラ。あれ、主じゃないのかなって感じだけど。自らがこうやってね、撮るの好きだな。前パプリカさんって、そういえば田畑さんの時に来たんでしたっけ。なんかですよね、すごい遅い時間に来てた気がしたから。今日は早いですね。早くね、あ、もう早くない、もう23時半。そんなに早くなかった。あれね、サメ部のね、田畑さんの時にね、いらしてたもんね。いや、いい動きでした、ありがとうございます。すいません。みんなもね、この筋肉を見て、ちょっと、あれですよ、筋トレしなきゃってきっと思ったと思うんで、パラパラ部でも筋トレにはならないかもだけど、多少は鍛えられるから、そうそうそう。ぜひみんな来て、カモンカモン、カモンですよ。パラパラ部は君を待っている。やばい、SD ユニティちゃんだと視点が小さいから、ちょっとロッカーちゃんに戻そう。あー、よかったよかった、接視点高くなった。あ、よかったよかった。同じくらい。はい。いやー、とりあえずなんか音声テストはもうこれでなんか、ま、いけるのかな、一旦はこれでいいんじゃないですかね。15でとりあえず固定しておいて、でなんかちょっとプツりますって意見が出たら、もっと伸ばしていってもいいかなって思いました。いやー、僕がね、会社で思ってた妄想では、あのバッファーを小さくすれば小さくするほどリアルタイムに同じ動きができるんじゃないかなって夢を見てたけど、それは夢でしたね。そんなにハイテクノロジーじゃなかった、残念。その手段ないもんな。教授お願いします、なんか音声をちょっとうまいことをちょっと合わせるやつお願いしますっていうか、バナナが入ってる前提っていうのがもうすでにちょっと想定されてない事態かもしれないけど、から
お、なんか動いてる。ここからね、全部音出してるから、あのあれをあの音込みで私の声も出してますけど、それがね、あんま想定された事態じゃない気はしてきたから。え、今日ちなみにこの時間だと何人ぐらいやってるんだろう。なんかいつも昨日なんか私の他3枠しかやってなかったんですよ。もうだって夜3時とかだったから。あ、いっぱいやってる。あ、まるまるさんいいんじゃん。うん。1、2、3。あ、ワイズさん、あ、やっぱいた。トトロさんもいるでしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9枠ある。で、多分トツ禁止のとこもあるだろうから、もっとあると思う。ランダムトツとかいうボタンはとてもね、私は押せないですけどね。勇気がなくて。あれは勇気がいりますよ。でもね、意外とパラパラ部に紛れ込んでくるよね、ランダムトツの方。あ、別に来ちゃダメって言ってるわけじゃなくてね、あの全然歓迎するんだけど、あ、ランダムトツなんだと思って。昨日なんかあれだよね、あのランダムトツとか関係なしに酔っ払って、あの他の人 の, あの配信に入ろうとしたら間違えて私に通って間違えて間違えましたって言って去っていくのかなって思ったら、いやもうここでいいんでとかって言って、いや、あのえっていいのかなって思いながら、ね、一緒に踊りましたね。そうですね、もうここに来た以上はパラパラはやってもらうっていう、もうしょうがないんで、そこはやってもらいましたけど、ノルマは達成してもらいましたけど、そうそうそう、やってもらいました。いや、なかなかね、楽しかったけど、そんなこともあるんだってちょっと思ったけど。楽しかったな、今日も楽しいけど。今日はだからあんまりね、無理しない時間にね、あのパラパラ部はね、閉じようと思ってるんですけど、だってそうしないともうユウさんもね、ワイズさんも死んじゃうから、私もだけどね。もう今日ほんと限界だったんですよ、マジで。不動限界。マジで起きれないから。ああ、起きたけど、会社にね、1時間遅刻しますって言うか言わないかってすごいね、真剣に悩んじゃったもん。で1時間寝たとこであんま変わんないから、そうそう、勇気を持って行きましたけど、会社に。今日部長に報告会があったからさ、ちょっと休めなかったんですよ、しょうがなく。あいつだ。あれ、パプリカさんはあれですか、会社とか、あ、いや、すみません。第注意して、57。あ、ありがとうございます。バーチャルの世界だから、そういう話はしない方がいいかもしれない。バーチャル。我々はね、あの、24時間365日、ここにいるから。ね。体に注意して。体に注意して。そうだね。気をつけます。あのもうそうですね、あの12月にね、健康診断があるんで、またね、私ね、最近ね、毎年毎年あのデバフパラメーターがついてるんですよね。あの経過観測、デバフ経過観察、要経過観察みたいな。あので、ね、で去年ついに要精密検査が1個出ちゃって、要精密検査出ちゃうと、飲みたい気持ちはよくわかるけど、肝臓も尻穴もいたわって。58、魂も大切。59、あのシリアナの話はさ、いいじゃないですか。あの昨日の案を見てたんだろうけど、あのシリアナはそんないじってないから、だから魂を立つ。ああ、そうですね、うん、私のね、こう魂がね入ってますからね。いや、じゃあ肝臓はね、確かに肝脂肪が出てるから、肝脂肪なんだっけ、経過観測だから、まださ観察だから、まだ大丈夫、わかんないけど、これ以上値上がってたら、あれな、今年なストロングゼロ飲みすぎたからな、多分ちょっとやばいかもしれないですね、肝脂肪。あとなんだっけ、あれ、あの私が要精密検査だったのは大腸のポリープなんで、それは取ったんでもう大丈夫です。大丈夫なのかな。大腸のポリープの話、精密検査って、ええ、要治療とどっちが上なんですか。ああ。私、要治療出ちゃったんですよ。え、嘘。ゆうさん、やばいじゃん。何が出たんですか。あ、言えなければ全然、あれですけど。詳しく言うとちょっとあれだな。いや、なんか、コレステロールバランスが崩壊してますって。え、それ、要治療。治療って何が逆にそれできるんですか。要治療。だって、それって、運動するとか。なんか、食事制限とか。マジで。そんなこと言われるんですね。バランスが崩壊。ああ。でも、要治療でも。血液ドロドロまっしぐら。ああ、そういうことか。トマト食べたりしたらいいかもしれない。トマト、サラ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 。私、トマジュー。ああ。トマジュー飲んでます。
んか健康に対するアドバイスがここからファブリカさんから出てくるのかな。私ちょっと不健康体だからな。誰かにこのここにあるいっぱいあるデバフパラメーターマジで解除してほしいんですよ。胆囊のポリープとかまだ1ミリだから経過観測になってるけど。デバフパラメーター野菜を食べる野菜野菜だね。それね、おかんかって感じだけどね。うちのお母さんもそれ言いますよ。それ野菜だ野菜だ野菜を食べるぞ。なるほど、パプリカさんを、あ、なに、アンパンマンみたいなこと。モキモキアンパンマン、モキモキ。でも顔食べると力が出なくなっちゃう。自分の身を挺して健康にさせてくれるというすごい献身的ヒーローパプリカさん。なんか出てた。え、スタンド使いなの。なんか今すごい今体出てった。なんか出た。の人たちがよく医学関係の放送してるよね。60。おい、なんか飛んだ。何、シンギュラリティの時計師たちがよく医学関係、え、そうなの、知らない。医学関係の放送なんかやってんの、マジで超真面目じゃん。すごいね、そのバーチャルアカデミアとか真面目な放送もいろいろあるらしいですからね。そうなんだ、はい、パプリカさんのそれ必殺技ですね。なんかあんまりとか見たことなかったから、ちょっと安易には見せない、こうとっておきのとっておきなんでしょうね、きっと。これさ、あの見てる人からわかんないかもしれないけど、あ、いや見える見える、あ、スタンドが、ってか分身の術すごい。いや、体からもう一つ出てくる。あ、すっごいろんな、これあれでしょ、念能力のダブルでしょ。これ二人に分身してピシッと飛ばしていく。すげえ、カストロかな。おお、初めて見たこういうやつ。あ、でもあれか、お嬢様部のモデルとかでもなんか不思議なあのモーションのやつとかありますけど、すごいかっこいいですねこれ。いいな。ロッカちゃんにはそんなアクティブなアグレッシブな機能ついてないから。まあこれ借り物のモデルですけど。そうそうそう、野菜を食べようってことは、じゃあ野菜やっぱ食べなきゃダメですかね。野菜だって、野菜食べて運動しろってよく言われるんですけどね。まあしないんですけど。あ、パラパラやってんじゃんね。パラパラやってるから運動はここでできる。これで一応やってはいるね。野菜はね、コンビニご飯なんだよな。コンビニが全てね、私の食生活の源になっちゃってるから。コンビニで野菜高いんだよね。あ、コンビニ弁当はやばい。多分さ、買ったところで栄養素とかちょっとねピンチな気がするから、もうないんじゃないかって。あの野菜のサラダとかなんかあんまり思ってるんですよ。だからちょんってついてるだけですよね。そうなんですよ。だからあれを食べてもね、あんまり健康になった気はしない。あの野菜スティックは買う、おつまみとして。野菜スティックで健康になってるから、おつまみね、あの味噌つけて食べてるんですけど、きゅうりとかあれで健康になってるとは思えないから。そう、とてもじゃないけど。お、なんか、あ、なんか書いてました。あれ、見えなかった。見えなかった。あ、消えちゃった、消えちゃった。じゃあ、はい、 OK です。あの野菜をとりあえずみんな食べようね。野菜みんな、みんな良い子のみんな、はい、食べましょう。食べるんだ。ほら、この ストロングマッチョ麺になるためにはみんな野菜を食べようね。野菜を食べればモリモリになる。モリモリにはならない。あ、もうこうなれるから、野菜食べれば。ね。おぉ、いいだよ。ピッ。ダメだ。この筋力には勝てない。筋力には勝てなかったよ。筋力に勝てるもんだけど。あ、分身もできる。61。戻ってきた。
ね、分身できるのすごいよね。この入れさせてもらってるあのお嬢様のこのモデルだけしか匹敵するものはなかったですね、これで。あ、出たー。あめー、これか、ここか。可愛くもなれる、62。おお、食われた。召し上がりました。あー、美味しいな。やっぱ野菜美味しいな。プシ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 パプリカを食べている。タンパク質のゴンゲな太い肉棒体のパプリカだったんだよな。63。そうだね、さっきの状態だとだいぶあのタンパク質ありましたね。野菜食べないとダメですよ。ダメですよって、だから食べてない人に言われても全くあれはないかもしれない、説得力ないかもしれないけど、私は今言われたから。あ、お、誰か来た。お、誰、やばい、初めて来てくれた方かな。お、お、お、や、いらっしゃいまし、よいしょ、こんばんは。こんばんは、こんばんは。またちょっと時計が見えなくなっちゃう、この辺にあった。いらっしゃいませ。あ、無言税の感じですか。全然無言税の方で大丈夫ですけど。あ、どうもどうも、いらっしゃいませ。にゃーん。あ、ユニ。あ、どうもどうもどうも。あ、ちょっとかわいい。あ、ユニティちゃんのモデルをちょっと。バーチャルセクハラ常習犯さんだ。64。にゃーん。あ、あ、喋ってらっしゃる。すいません、すいません、すいません。無言税かと思ってた。え、バーチャルセクハラ。無言税だと。あ、無言税じゃなかった、全然。おう、すみません、今、無言税じゃないよ。やばい、すごい。あ、すごいですね。声の振れ幅がすごい。え、両生類の方ですか。ロケンロー。やばい。おぉ。やばい。おぉ、すごい。今、ポケモンの声、鳴き声が聞こえたような気がするけど。ポケモン。量のもの、65。お、すごい。量のもの、あー、なるほど。量のもの、量のもの、量のものだよ。すごい、万能ってことですね。すごいですね。あは、我々にはない能力なんで。バーチャルセクハラ常習犯ってどういうこと。セクハラ、セクハラ、セクハラプレイヤーかな。あ、ちなみに別に私に対しては何をやっても大丈夫なんで、すべて受け入れますから大丈夫ですよ。何をやっても。だから、迷いなく、迷いなく、迷いなくここに、そうそうそう。突っ込んでいきました。そうですね、私のスカートを叩くとね、物理演算でね、ちょっとね、めくれたりするから、ちょっとぜひ、あ、そうそうそう、そう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 、あ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 、そっか、高さ的にこれぐらいじゃないと、ちょっと。あ、でもめくるの大変だね、結構。はい、まあこういうエンターテインメントよくわかんないけどそうです、ここのねスカートはみんなのね共用物だから全然いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。別にこのスカートの中が見たいって言われたら私はマトリックスしますから、もう全然、はい、大丈夫なんですいませんあ、ちなみにあれですか、ランダムトッツで来た感じですか。全然何で来た感じでも大丈夫なんですけど、それともなんかパラパラ部っていう名前で来た感じですか。ちょっとそのどっちかでちょっとね、いろいろ対応を変えようかなと思うんですけど。ランダム突。あ、なんかパプリカさんちょっと踊りたい感じが見え隠れしているような気が。いや、さっきから警戒なんです。あ、ちっちゃい初音ミクが。初音ミクがいる。ユリが発動しました。すごい懐いてる。ユリ発動ですか。来ましたわ、が来た。またユリパラブになっちゃったじゃん。ユリパラブ。気を抜くとちょっとね。定点な、66。あ、出た出た。あ、あ、なんか出た。あ、あ、すごい。すご。羽が、光の翼が生えた。ここで。やばい。あ、飛んでるし。やばいやばいやばい。これマップ兵器じゃん。やばいやばいやばい。ミノフスキードライブが、ミノフスキードライブの、あれで、排熱みたいなやつでこれ出てるやつだ。すごい。V ガンダム知らない人には何もわかんないってことを言ったけど。
恥ずかしいことしました。30分恥ずかしいことしました。67。キャオメすぎな。私も羽があるのだよ。キャオメすぎな。キャオメすぎな。おお、腹減っちまった。あれ、悟空が。悟空さ、何やってんすか、悟空さ。あ、ユウさんも飛んでしまった。ルーグト君、孫悟飯。やばい。あー、やばい、モノマネの、モノマネの財を持っている方なんですね。すごい。ブルーベリーアイ。はい、ちょっと。ベリーメロン。あ、ベリーメロン。ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、ワン、ツー。ベリーメロン。ベリーメロン。すごい、あの歌って。ブルータ君。タラちゃんビーフー。あ、すげえ、タラちゃんのモノマネできる。すごい。タラちゃんビーフー。今日の踊りは終了しました。70。いや、終了。どれだけレパートリーがあるのか。終了なんてしてないよ。全然終了した覚えないんだけど。踊りは終了しました。お、終了してない、終了してない。全然。ラムダさん、最後。それもできる。すごい。ドナルドダック、すごい。何でもできるじゃないですか。技を持っていらっしゃいますね、だいぶ。すごいじゃないですか。あ、何歌えるのかわからないけどね。完全にここに耳の生えてる何かのネズミ的なものが今ね、目を光らせてきています。危ないよミッキー。危ないよ。やばいやばいやばい。ここへ行こうというのかね。あ、ムスカだ。3分間待ってやる。え、うまい。すごい。うまい。え、うまいよね。人がゴミのようだ。似てますよ。おー、すごい。ナスカのナイトオブファイヤーかけようか、じゃあ。ナスカが3分間。イエーイ。イエーイ、見てる。あ、懐いた。いや、見せかけですよ、きっとこれは。あり得る限りのメス声お願いします。71。出し売る鍵をね、なんでおねだりしちゃうわけ。出し売る限りの、なんて読む、メス声をお願いします。何者だ貴様。メス声、わかった。この声だね。であるからして。あー、違ったかの。あ、ごめんよ。あじゃあ、もう、私なんじゃの。あ、もうみんな、あれかな、画面の外では大興奮してるのかな。わかんないけど。すごいよ、これは技じゃん、完全に。いいなぁ。私もこれ飲み会でこういう技を使いたいですね。飲み会。すごい。飲み会じゃなくて、ここで使えよって感じだけど。なんかすごいなぁ、いっぱいできるんですね、技が。お、こういうのもできるんだ。すげえ。うちから楽器。すごい。こういう技も。すごいよ。なんか我々にない能力ですね。これ完全に。イエーイ。ここに来ましたわを立てましょう。とか言ってるとまた渋い声になっちゃうから、そうだね。ちょっと私は。いいのか、そんなにホイホイついてきちまって。俺はのんけだって食える男なんだぜ。やべ、すごく大きいです。何がとは言ってないけど。すごく大きいです。やらないか。出た。や
ばいやばい、安倍さんだな。ペンが埋まってる。ペンが埋まってるよ。くしゃみが出そう。シュワッチ。届かないよ。ちょ、クーラーボックス邪魔。クーラーボックス邪魔。クーラーボックス。あ、ペンが、ペンが、ペンが落ちてる。あ、ペンが取れない。あ、取れましたね。よかったよかった。後ろで書いてる。戸を開けてはダメですよ。あ、ちょっと絶対に戸を開けてはダメですよ。鶴の恩返し始まったけど、鶴の恩返し始まっちゃった。やっぱまだ0時前だから元気だな、私。いつも5時とかになって、あのね、力尽きてるからね。昨日やばかったんだよね、ノートさんがさ、面白い下ネタをずっと言ってるからさ、なんか話が終わんなかった。あの、ノートさんを責めてるわけじゃなくて、楽しすぎて、ちょっと。極楽じゃ、浄土どうやんだっけ、こんなやるよ。トラッカーがブルブルするから、難しすぎる。なんだっけ、あとハッピーなんだっけ、なんだっけ、曲入れたんだけど忘れちゃった。お願いダーリン見て聞いては踊りたいなって思ったんですよね。そう、踊れないけど、踊るスペースねえし。あ、パプリカさん実は結構踊れるタイプの人。なんかすごい軽快ですよ。そうですね、リグリスさんの系統、系譜の方かな、もしかして。ちょっとあんま喋んないけど、踊りがすごく踊れるタイプ。これは踊り慣れてる感じがする。もしかしてリグリスさんとあれなのかな、あのなんか講習したりしてるのかな、どっかで。実は。とか言ってると、リグリスさんのコメント降ってくるときあるからね。なんか私、あのタイムシフト見て気づくんだよね。あの、あ、リグリスさんのコメだと思って、こうやってあのアイコンが、ね、話してるとテンパってて、あんまりね、見てなかったりするんですけど、そう。見られてる可能性はあるんですよね。いや、全然見ないでくださいって言ってるわけじゃなくて、そう、リグイスさんにあのいずれ教えを請わないといけないから。あ、やばい、またちょっとゲージが降臨しました。そうですね、多分あの必殺技ゲージみたいのが溜まったから、ちょっとあのコマンドで今必殺変身できたみたいな感じ、わかんないけど、格ゲー的に言うと。あ、踊りやっぱ軽快、踊ってゲージを貯める。あ、完璧じゃないですか、すっごい。しかもガチのダンスじゃん。すごい、パラパラとかではないあれですね、普通のダンス、普通にすごいダンスですね。おお、動いてるねえ。あ、これ取りを私もしたい、ぜひ。とね、パラパラブと、あ、必殺技も出た。喉も上がって腕のクラシックって曲の振り付け好き73。クラシックっていう曲の振り付け、へえー、そうなんだ。なんかね、全然その界隈のね曲知らないからね、なんか新鮮でよかったです。ハッピーなんだっけな、なんとかハッピーみたいな曲、すごい小学4年生の子もね、YouTube で踊ってたから、多分誰でもじゃないけど、踊れるのかなと思って。私も踊りたい。パラパラ部って言ってるけど、パラパラじゃなくたっていいんですよ、別に。ダンス部じゃないけど、おえ、超うまい。え、すごい。うますぎるんですけど。ホワイトボードでこんなに書けるもんなんですね。すーげえ。これは、いろんな技を持ってますね。またこれが。すーごい。すごい、多彩。これちょっとすごくないですか。ちょっとパプリカさんの顔みたいになっちゃったけど。融合しちゃったけど。
すごい。あ、でもこの筋肉と合ってるよね。この筋肉とこの顔はすごいマッチしてるから、まあ、ある程度はちょっと納得はいきますけど。確かに。すーごい。ああ。ああ、いいな。いや、こんなに描けるんだ。頑張るわ。すげえ。ほら、ほら、ワクワクしてきたぞ。こんなに描けるなんて。もう頑張ろう。ホワイトボードのペンがなんか点点点みたいになっちゃってもういつもダメですからね。このちゃんと太いとこ、細いとこが出せるのが本当すごい。このさ細いとこ描けるわけがない。やつは伝説のスーパーパプリカなんだぞ。74太さの調節もできてる。これが多分僕のやり方がいけないのかもね。なんか握り方とかなのかな。あ、伝説のスーパーパプリカ、え、スーパーパプリカなんだぞ。もうダメだ、おしまいだ。千年に一度ぐらいしか誕生しないとか言いながら何人も誕生しちゃうタイプのやつですか。しかもスーパーパプリカ1、2、3、4みたいな感じであるみたいな。あ、書き換えてないとこもあった。お、なんとなんと自分に厳しい、自分に厳しい。よし、ギアセカンド。あ、ごめんなさい、全然違った。ちょっと一回ギアセカンドやってみたかった。ギアセカンドのポーズ取れない。あ、あ、そう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 、それそれそれです。すいません。棒を握って使うのは男の子ならみんな得意なはずなんだけどな。75。いや、棒を使ってってさ、そんなさ日常的に棒を使ってないよ。ねえねえじゃないんだけど、みんな得意とは限らないでしょ別に。そうですよ、まあね、どう使うかっていうこともありますけど。お、完成版ですか。お、すごい、クオリティアップ、素晴らしい。いやー、びっくりです。おお、お、今なんかすごいモデルをロードしてる。あ、来た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 。あ、あ、おー、びっくりした。おお、いきなり刀身が並んだ。あ、大きくなった。いや、いいものを見せていただいてありがとうございます。スーパーパプリカフェイサンスリーム、スリー。スリー。髪長くなったりする感じ。スリー持ってきたよ。内蔵されちゃったけど。パプリカさんの中身は何もなさそうですけど、あ、身が入ってるか。身が入ってるね。そういう、パプリカの中身。あ、分身が出ちゃいましたね。思わず。ドギューンって。近距離パワー型のスタンドだと思うんですけど、それ多分。物理フュージョンかな ?76。ニューン。物理フュージョンしてますね。一体化してますね。もうこういうこと、こういう、これで一つのキャラクターかなみたいな感じで、ね、ここにね、わかんないけど、こういい置き場所なかった、ごめんなさい。なんかそうそうそう、あ、そう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 、やった。あ、もう完璧じゃん。お完璧。ちょっとネームプレートで隠れてる節があるから、ちょっと下げさせていただいて、左側に寄せさせていただいて、これでもう完璧だね。みんな、あ、これあれだわ、これちょっと取っとかなきゃ。ちょっとごめんなさい、見とれちゃってて、ちょっと全然忘れてましたけど、キャプチャーしとこう。ちょっと写真いいですか。うん、写真撮りますね。これは撮れ高高い、こんなところを逃すなんて。ほら、ワクワクしてきたぞ。77。よし、これで、こうやって、ちょっと待って、これで、あ、違うの。違うの、こっちこっち。あ、そう。ちょっと待って。よいしょ。こっちこっちこっち。はいはい。入ってる。入ってる入ってる。じゃあ行きまーす。はい、チーズ。よし、取ったー。なんか見切れてる気がするけど、すごく。もうちょっとだけ。ちょっと待ってください。もうちょっと。こうか。こうだった。ごめんなさい。こうだ。で、これ握って、離して、こうか。あ、ちょっと待って。あ、できたできた。で、よし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 、ここ、
よっけー。いきます。あ、よっしゃ、ありがとうございます。よし、これ投稿しとこう。あ、いや、いい写真が撮れた。よかった。満足だ、これ。やったー。今日の撮れ高の高い。これは1枚、4人ぐらいいる。やったやったー。はい、今、ツイッターに投稿されました。ありがとうございます。いやパプリカさん面白いですね。いや、リサさんも面白いけど。いやいやいや。やっぱね、バーチャルキャストにはね、面白い人しかいねえんだな。そう、ちょっと、最近まだ、ね、私初心者なんで、あれなんですけど。妖精類の声出せるのね、尊敬ですよ、マジで。あ、こっちこっちだった。こっち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 。うんうん、本当に私はローランド VT4 を買おうか買うまいかを迷って、今年じゃないや、明日か明後日か会社に買った人が持ってくるって言ってたんで、ちょっと試して。でも今更ね、私の声が今更私の声が可愛くなったところで誰も得しないからまあいいかなって気はしてるんですけど。セシさんもVT4 買ったって言ったけど、なんかもう飽きたって言ってたし。いっぱいないよね、2万6000もすんのに。定価で買ったとして。プレミアムだと価格だ、転売価格だと7万円もすんのに、あれ。恋声でいいじゃん、みたいな感じしますけど。ただいま、ワイズ。ああ、筋トレ枠終わったの。ああ、お帰りなさい。なんかね、お疲れ様です。あ、パプリカさん、パプリカさんお疲れ。パプリカさんは筋トレお疲れーション様です。79。お疲れ様です、ワイズさん。今ね、来ていらっしゃる方はね、モノマネがすごい得意。で、あとさっき絵を描いて。パプリカお姉様、ワイズ。え、お姉様なの？なんかパプリカさん、特に何も、あ、そっか。ちっちゃいキャラだったら女の子だったもんね。そっか。じゃあ、マッチョの時も女性ってことか。そうだったのか。すいません。思わず、ちょっと、頼りがいのある兄貴だと思ってたんで。フュージョンすると。ではね、こちらの方はね、すごいモノマネをいっぱい、あと、ホワイトボードにすごいうまい漫画を描いていただいたんで、すごいね、私は、それ、ツイッターに投稿しといたから、みんな見てください。わかんない。なんか、宣伝しました。じゃあどうしよっか、踊る？お嬢様部でよく出会うのでつい、ワイズ。あ、そうなんだ。あ、パプリカさんってお嬢様部に行くんだ、よく。あ、そうなんだ、知らなかった。私なんかね、前ね、田畑さんが来た時にね、一緒に来たからね、田畑さん関係の人かなって思ってたけど、お嬢様部の関係なんだね。でも確かにマッチョのモデルは確かにそうか、そんな感じは味わいはありましたけど。しかもギンゴリさん、銀ゴリさんのモデルみたいになんかね、必殺技打てたし分身の術というか使えたからすげえと思って。ああ、じゃああれかな、パラパラ部で今日今何時、今0時回った、1時、日付が変わりました。変わりました。じゃ今日は本当にマジであんまり遅くまでやらない方がみんなの健康のためだと思ってるんで、ね、あれをやろうと思うんですよ。とりあえずユーロビート踊ろうと思うんですよ。あ、リサさんいなくなっちゃった。いや、あ、リサさんも広告が設定されました。累計ポイント数が5100になりました。83。バブミユーサンコン、BS さん。バブミ、ちょっと待って。バブミー、こんばんは。カサカサさん、ありがとう。あ、そっか、この時間になった。バイズ。え、あって何？どうした？なかった？え、なんか私の不手際あった？どうしよう、不手際があったら。どこだっけ？こっちか。こっち前だった。急に落ちたから、ワイズ。ああ、なんか、音声トラブルとかかもしれないですね。なんか、昨日も、ね、ありましたよね。なんか急に音が出なくなったとか。うん、クイナさんが。まあ、そういうこともあるんでしょう。
ちょっと前から固まっちゃってましたもんね。あ、そう、動かなくなってたから多分バグっちゃっただと思う。まあしょうがない。じゃあさ、ゆうさんとほら二人きりになってイチャイチャモードになったから、ちょっとバーニングデザイアやりますか。じゃあね、まだ踊ってないから今日はね。で、またね、イエスタデーをちょっとね、多分すぐ教えれるから。私たち配信中に回線落ちてオフラインに移行したワイズ。マジで、あ、そんなにあれなんだ、回線の調子悪いんだ。ちなみにちょっと俺、私聞きたいんですけど、あの NA アで配信してる人いるかな。あの私昨日バージョンアップがかかって、 NA アそれ以降ね、あの配信しても、あのニコニコの方にね、なんか映らなくなっちゃって。 NA アワイズ回線重たいんですかね。89、いや NA アバグってんじゃないかな、俺わかんないけど。私ね、放送すらできないんですよ。 NA ア放送っていうかね、映んないの、真っ黒のままなの。今私何で放送してるかっていうと、あのニコニコライブエンコーダーでやってるからあの懐かしのっていうか、もうすぐサポートが終わっちゃうやつだけど、なんか普通に放送できたからやってますけど、なんか NA はちょっとバグってるような気がしてならないんですけど放送できないもん。本当ニコニコそういうとこやぞ。90、うん、だから僕ちゃんとね意見、昨日アップデート失敗してからアップデートしてないワイズ、私普通に N あや使えてますよ。92、あ、使えてる人もいるんだ。なんかね、私ダメだったんですよね。ダメだったっていうかね、今日も試したんだけどね、やっぱダメで、あ、しょうがないからニコニコライブエンコーダー引っ張り出してきたんですけど、久しぶりに使った、これ1ヶ月以上ぶりぐらいに使った。まあできてるからいいんだけどね、まあ一応は。そっか、なんかバグってんじゃないのかなって思うんだけどな。だってそうやって突然落ちるとか、昨日もクイナさんが固まっちゃったりしたのとかも、もしかしたらそこに原因がある可能性は、ね、ありえるから、ちょっとフィードバック、あ、なんかね、あのフィードバックする、ま、ありえるフォーラムがあったから、私は放送できませんって一応送っといたんで、そう、なんかバグを直してほしいな、とりあえず。なんかあのニコニコに最適化する機能みたいなやつがついたじゃないですか。なんかあれのせいなんじゃないかなっていろいろ思うんですけどね。あれ使ったらダメになったような気がするんで、まあいいや。じゃあ、とりあえず踊るか、踊りますか。多分ね、1日あればね、行きましょう。イエスタで覚えれると思うんですよね。まあ別に今日教えなくても大丈夫なんですけど、だからまあその今週ぐらいには4曲目、うん、教えられたらいいなって思ってます。いや、ほんと簡単だから多分大丈夫だと思いますよ。あ、いきなり始まっちゃった。ちょっと待って。おお、じゃあいきますよ。バーニングデザイア、また前奏から入るから結構長いけど、よいしょ。お、パラパラモードだ。
はーい。よしよしよし。はい。ああ、踊った踊った。パチパチ93。ありがとうありがとうありがとう。パチパチパチ BS さん。いやあ、BS さん。BS さん見た。パチパチパチメイト。パチパチパチワイズ。ありがとうありがとう。いやーね。いやー、やっぱ踊。パチパチパチカサカサ。やっぱ踊らないとね、パラパラ部じゃない。慣れてきましたね。ね、カーリングデザイアも。そうですね。もう毎日ユウさん戻ってくれてるからね、だんだん染みついてきたんじゃないかなって思います。きっと。あ、ユウさんは今日は何時ぐらいに寝たい希望がありますか？なんか疲れ的には。ね、寝、ね、一回寝よ。プレミアム一人がコミュニティをフォローしました。ありがとう。98。なんか、ちょっと、体のあれ、うん、あれ的には。まだいける。そうでしょうね。もうすぐ 寝たい。まだ行きますね。お、じゃあイエスタでやります。簡単だと思うんですよ。ただすぐ教えれる。やりましょう。気がするから、せっかくだからやっちゃいましょうか。あれなんですよ。お、明日から3日間延期なので、携帯からしか見れなくなります。あ、そうなんですか。なんと。結構あれなんですね、お忙しいんですね。そっか、前もホテルから見てたって言ってましたもんね、そういえば。ああ。そうそうそう、その状態になります。あ、じゃあ今日ちょっと踊り納めしと、あ、踊り試しとかないとね、せっかくだから。じゃあちょっとイエスタで教えましょう。よいしょ。すぐ教えれると、もうユウさんだったら多分そんなにかかんないと思うんですけど、ちょっと待ってね、よく考えたら曲をどっから持ってくるか今ちょっとあんま考えてなかったので、ちょっとだけちょっと画面外で調べます。すいません。いや絶対あるはず。え、あ、あ出た。早いな、またここほんと検索早いな。あ、出ましたね。ちょっと、私も多分ね、全部踊れるかちょっと不安なんですけど、ちょっと多分踊れるから、一回ちょっと私踊ってみてもいいですか？一回じゃあ私がワークコラス踊るんで、はい、それを教える感じで、まあ いつもやってるやつですけど、やってみますね。はい。じゃあちょっと流します。ラムダの講習が始まる。はい、あ、そういえばなんか、あ、いや、すいません、大丈夫ですよ。なんでなかった。これ、まあ、まだまだ、ちょっと早い。恥ずかしいことしました。99恥ずかしいことしました。多分合ってると思う。ちょっと怪しいとこあったけど、だいたいできたと思います。はい。
まあ、じゃあ、例によってね、リフから教えていきましょうか。はい。ですね、イエスタデーは、ちょっとまた番号って言えるかな ?1234、この Z の形ね。1234、で、反対も5678。で、1234567、まあ、ちょっと最初下がって上に上げていく感じかな。続けてやると12345678123456781234567、これ2回やれば大丈夫なんで、2回ちょっと続けてやると、はい、あ、もうすぐできたと思うんですけど、12345678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 、はい、これでもうリフできた。早い。てかまあ簡単だし、そうそうそう。で、じゃあ A メロもいきますよ。いっちゃいますよ。多分音を流さなくてもうそこはできると思うから。はい。はい、A メロは、待って、あの、スピードがね、こうだから、待って、12345678か、これを繰り返す、12345678を、ちょっと待って、何回繰り返すか、ちょっと自分も何回繰り返すか今ちょっとか数えないと分かんないですけど、12345678、あ、3回か、3回繰り返して最後の3回目がちょっと違うみたいな感じですね。ちょっと続けてやると12345678123456781234567812345678で、ここまでいったらイエスタデイイエー、あ、やばい、3本です。これね、多分オキャスたちだからできると思うんですけど、ピースイエーイって、イエーイだから、うん、私も頑張ってこう回してるときに、あの、グリップコントローラーに2回長押してるんで、実はイエーイってこれができたらいい感じ。そうで、また瞬間的に半押しは難しいで、まあできなかったらね、別にパーのままでもいいんですけど、まあ、できたらリアルの振りではこうなってるっていうだけなんで、はい、私は一応できる限りは1本ならなんとか、ああ、まあ、それでも全然いいと思います。なんか、そんな感じですよ、って感じで。で、これをもう一回繰り返すんですよね、A メロは。で、もう一回、12345678、12345678、12345678、イエスタデイ、イエーイ。そう、これ、ここまでが A メロ。ここまでやりましょうか、音を出して。うん。簡単だし、すぐできる気がする。よし。イントロ長かった気がする。もうちょっと少しか。この辺かな？あ、あ、ちょっと待って、あ、もう始まっちゃう。この辺。よし。こっから。どうでしょう、どうでしょう、ちょっと待って、はい、うん、OK だと思います。 OK、OK、よしよ、わかりました。じゃあ、B メロに行きましょう。で、あの、これ、あのね、私が送ったお手本だとちょっと、あの、踊ってる人のカスタマイズが入ってるんですけど、一応、公式の振りで
教えますね。あっちのアレンジでもいいんだけど、多分あの公式の方が楽だと思うんで、同じだから。ね、いきますよ。ちょっと待って、イエスタデイイエーから、で、てん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 、あ、そうか、そう。で、まあここまでか。B メロというと大丈夫そうですかこれ。今大丈夫だと思います。マジですか？大丈夫ですか？一回ここまでやりましょうか。もう一回そこのあのあれを音流して B メロのラストまで、サビ前まで、じゃあやりましょう。これをやって、なんかそんなに復習しなくても、これは振りが簡単だから本当にすぐできると思います。はい、うん、スピードウェイとかバーニングデザイアと比べると、まあ、そうですね、相当覚えやすいです。うん、まあできてる感じかな。大丈夫ですか？大丈夫でした？よいしょ。なんとなく、うん、なんとなくは、なんとなくはできた感じがした。まあまあ 2,3 回踊ればなんかできそうな感じだったから、サビもいっちゃいますか、ついでだし。じゃあいっちゃいますよ、 B メロからサビに行きましょう。まあこうやっててーん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 ってやった後に、ここからサビ入ります。いきますよ。remember まあまあ無音の時に一回出して remember、 うん、できてるできてる。で、うん、remember はできてるんですよね。あ、できてる。 remember yesterday。 そうそうそう。で、ここから多分覚える感じになると思うんですけど、I で、待って、 I felt me もう、あ、ちょっと待ってください。僕もちょっと音がないと結構サビはね難しいんですよ、教えると。ちょっと待ってね。Yesterday I felt a dream of you oh gave you、 だから、そうですね、Yesterday で、I で、You で、そう、まあ、持ってきて、そうそうそう。で、また、Yesterday、で、またここのパターンだけはね、多分ね覚えちゃえば簡単だと思うんですけど、右
シュワッチ、左シュワッチ、クロス、クロスというかまあ肩か。で、こう、反対にの肩。うん。あ、ちょっと待ってね。はい。てててって、前に出す。で、回して、こう。内側に回して、こう。うん。これはちょっと歌のところで言うと、多分、イエスタデイ、I feel a little view, oh, give you love again.I did a little of you, oh, gave you love yesterday. I had a little of you, oh, gave you love again. I belong to you. までは一緒なんですが、最後に、you って右に回して、ここでまた、バーニングデザイアのラストみたいにちょっとリフが進むのを待って、まあ、適宜。お手本だと、この辺から参加してますけど、で、この、こう、流れになるみたいな。ちょっと、サビだけもう一回ね。じゃあちょっとやりましょうか。なんだっけ、B メロだから、それでいいですよ。あ、こうか。でーんてーんてーんてーん。で、Remember yesterday, I had a hope, I gave you love again, I had a little to do, oh, gave you love yesterday.I get a team of you, oh, give you love again, but I belong to you. お、大丈夫そうですか？大丈夫かな？ここだけだと思うんですよね。ここが、ゆっくりなるだけさ。うん、これだけ覚えればいいだけだから、これ。スピードウェイのリフと同じ動き。うん、あ、そうですね。そんな、あれあれ、この肘つけるやつ。そうそうそう。こう、じゃあ、まあ、例によって音を、じゃあちょっと、流してみましょうか。なんかもういけるんじゃないかな。あと1、2回で。そんな気はしてくるから。よいしょ。やっぱね、もうね、パラパラ覚えた人にはやっぱ覚えてもらうのは早いですね。ていうか、この曲はすごい簡単だっていうのもあるけど、 VR 機器さえあれば丁寧な講習が無料で受けられるパラパラ部は最高やで。100そうやで。みんなも来いや。あ、その通り。さあ、よいしょ、よいしょ、いかがでしょうか。よいしょ、
まだ途切れると厳しい。ちょっとサビがね、もしかしたら音なしで追いつけない。あ、なるほどなるほど。ちょっとね、もしかしたらついてきてこれてなかったかなって気もしたから、音なしで、じゃあもう一回最初からやってみましょうか。通しでちょっと音をゆっくりめで、ゆっくりめで、じゃあゆっくりめで、うん、いいですか。じゃあリフからね、最初からやりますよ、一番最初から。じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 で 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 これでリフね。あ、できてますね。で、メロいきますよ。1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 Yesterday, yeah、 うん、で、1,2,3,4,5,6,7,81,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 Yesterday, yeah。 で、A メロできてますね。じゃあ B メロいきますよ。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 で、1,2,3,4,5,6,7,8 ここは B メロ、うん、大丈夫かな。で、サビいっちゃいますよ。で、 Remember yesterday Hey, I've been on to you I'll give youLove again Where I belong to you Remember yesterday Where I belong to you I'll give you love again Where I belong to youうん、どうですか。どうでしょう、うん、ゆっくりだと大丈夫いける。お、じゃあスピードかな。あとはやっぱ音に合わせてやるしかないね。そしたらじゃあ音でやってみましょうか。うんうん、あとは音が途切れないことを願う。バッファ15でも途切れるんですね。それ困っちゃうな。
め、1個間違えた。ああ、そっか。まあ、ちょっとすいません、最後ちょっと間違えちゃった。まあいいや。まあまあまあ、そこはいいリフだったから。どうでしょうか。よいしょ。はい、いかがですか。お、うん、さっきより。あ、できた。なった気が。ほう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 。いい感じじゃないですか。そっか。あ、じゃあもうね、あと、あれじゃないですか。最後に、2コーラスぐらい踊ったらもう、ものになっちゃうんじゃない ここだけ覚えればいいだけだからね、ある意味もう難しいの。こことこうやってこうって、こう繰り返してるだけだし、そう、サビは。うん。うんうんうん。だーでーだから。すごい簡単。あとこれだけ。これはもうね、私、体に染みついてるから、この動き。あんまり考えないでやっちゃうんですけど、まあ、わかんない人はちょっと一回頭で考えて。あ、自然に出てくる。そうそうそう、こうやったらこうやって、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 こうやるみたいなね、なっちゃうんです。まあ、だから、じゃあ、今日あれかな。もうそろそろ1時だし、これを2コーラスやったら、とりあえず、今日は終わりましょうか。ちょうどね、これぐらいの時間に寝れば、健康体ですよ。多分、おそらくは。ほんと今日起きれなくて大変だったの。まあいいや。じゃあ、2コーラスやります。よし、イエーイ。まあまあまあ、今日踊れなくても多分ね、まあ簡単なんで、多分そのうちっていうかすぐにあの体に身につくと思うんで、まあもうだって。パチパチパチピース101。イエーイ。パチパチパチカサカサ。ありがとうありがとう。ピース。踊りましたよ。
うん、結構伝授できたと思います。なんとかいけた気が。パチパチパチ、ワイズ。ありがとうございます。多分ね、これで、簡単なんで、あとはもう覚えるだけだと思います。覚えるって体がね、動いてくれるまでちょっと踊ればすぐできると思う。そう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 。うん。そうそう。うん。あ、大丈夫そうですね。大丈夫だと思う。じゃあちょっと来れない間にちょっとね練習してみて、お手本のところに私が前送ったお手本にもイエスタであるからぜひ。一人がコミュニティをフォローしました。104。ありがとう。これコミュニティフォローしていただいた。結構なんかパラパラブフォローしてくれる。我々の踊りがあれですか効果あっただったらよかったけど。よし。うん。た毎日やる。4曲目。うん。あ、そうね。そうですね。ついに4曲目を体得したので、まあ、まだちょっと途中わかんないかもだけど、まあ1日で覚えろって結構無理があることだと思ってるけど、まあでもすぐできちゃったから。多分ね、いけると思います。これで練習してもらえれば、あとは。うん、じゃあ今日は、ね。なんかだいぶ、今までの、振りの複合みたいなとこがあったんで。なるほど、なるほど。覚えやすい。そうですね。これは難しい振りとかなくて、今までのやってるの応用でできると思ったから、うん。ラーニングデザイアー。そう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 。ちょっと似てるところで。そう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 。それができればね、逆にこれができない理由がないっていうぐらい簡単だから、いいと思いますね。まあ、そのうちステイも教えますし、ステイはちょっと難しいから、また別の機会に教えますけど。ああ、難関の。難関かもしれない。じゃあ、そうですね。とりあえず。起きます。またね。ですのし、カサカサ。ああ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。よし、このぐらいの時間に、ね、おやすみなさい。寝るのは健康ってことですから、まあちょっと遅いぐらいだけど。いやー、なかなか楽しかった。やっぱ翌日移行のための元気を考慮する社会人の鏡、106。違う違う、ここまで散々ひどかったから、ちょっと今日ぐらいはっていうだけなんで、月火、ひどかったから、マジで。朝5時とかまでやってたから。5時。これは辛い。もう無理っすよ。朝起きれないっすよ。ほんと、マジで。無理無理無理。もう起きたけど。今日はね、だから泥のように眠れば、なんとかなると思うので。また今週も忙しい。お体にはお気をつけて。あ、いや、もう、ありがとうございます。いや、お互い様だと、だってね、ゆうさんと僕同じ時間にいるわけだから。そうそう。ね。私、活動限界で、途中で去っちゃうので。ね、私も確かにその後プラス1時間ぐらいやってるから、それちょっとやばいですね。昨日はだからノートさんが下ネタがすごいちょっと止まんなかったからしょうがなかったんですけど、まあまあそういうね、新しい出会いもありですよ。今日もモノマネの方のね出会いとかあって面白かったけど、ね、パプリカさんはまた、すごかった、本当に、前来てくれてたのでまた来てくれてありがとうございますって感じなんですけど、恥ずかしいことしました。30分恥ずかしいことしました。107。こうやってね、いろんなバーチャルキャスト界隈の人とちょっとコミュニケーションを取ってね、仲良くなっていきましょう、ぜひ。で、パラパラ部もね、ちょっと名を馳せていければ、馳せなくていいけど、有名になったらいいですね。というところで今日はじゃあ、お休みにしましょうか。じゃあ、とりあえずは。ましょうか。うん。じゃあ、名残惜しいですけど。みんなありがとうございました。またね。別に寂しくなんかないんだからね。でもまたね。チンポッポベ、別に寂しくなんかないんだからね。はい、お疲れ様でーす。またね。チンポッポ108。おやすみなさーい。一回復旧できたね。えらい。109。お疲れ様です。110。別に寂しくなんかないんだからね。お疲れです。でもまたね。チンポッポおやすみ。ワイズ他人にいろんな人見てたね。ありがとう。ありがとうございました。読み上げが今ちょっとおかしかったのは、まあ、うちの仕様、すごい仕様なんで。あ、そうですね。はいはい。ありがとうございます。よし。じゃあ、あれかな。部屋を、あ、そうか、部屋ダウンしてもダメか。配信を終わってからやんないと、垂れ流しになっちゃうから。じゃあ、とりあえず配信を切るね。じゃあみんなバイバイ。おやすみ。